今日はナスとオクラの酢の物を作ります。それでは材料をご紹介してまいりましょう。ナス2個、オクラ8本、トマト1個、ポン酢醤油大さじ2、揚げ油適当量。ナスから始めます。ヘタをまず切ります。一口大ぐらいに切ります。水にさらします。はい、揚げます。塩を少しかけて産毛を取ります。はい、茹でます。はい、オクラは1センチ程度の輪切りにします。トマトは湯むきします。トマトの方は1センチ 5ミリぐらいの角切りにします。はい、先ほどのナスも一緒に入れます。はい、これをポン酢醤油で合わせます。ナスとオクラの酢の物の完成です。エネルギー85キロカロリー、塩分 0.7グラム。 さっぱりいただける酢の物で、地場物の野菜をたっぷりいただき、鬱陶しい梅雨や暑い夏を乗り切りましょう。1日に必要な野菜の量は 350g です。今回のお料理では1人分 110g の野菜を使いました。今回のワンポイントはオクラについてです。オクラの持つネバネバは水溶性の食物繊維で、整腸作用があり、便秘や下痢などのお腹のトラブルにも有効です。ネバネバには消化を助ける働きも期待できるので、体力の落ちやすい夏にはおすすめの野菜です。それではここで材料をもう一度ご紹介しましょう。ナス2個、オクラ8本、トマト1個、ポン酢醤油大さじ2、揚げ油適当量。これからの時期は特にメニューに工夫を加えて、楽しい食卓を演出し、夏に負けない体力づくりを心がけたいですね。お試しください。次回はナスと厚揚げの煮物です。塩分控えめで素材の味を楽しめる美味しいメニューです。ぜひお試しください。